5月22日、フォースミニアルバム、BARK ブラッド、デカムバを果たした7人組ボーイグループ EN ハイプN。今も勢いが止まらない彼らですが、メンバーのミキが、見るたび背が高くなっていると話題になっているようです。そんな今回は、ミキについて身長は何センチ点々で伸びた噂は本当なのかについて調べてみました。 EN ハイプN は韓国で放送されたサバイバル番組 ILAND アイランドで勝ち上がった7名で構成されています。そのためミキがデビューする前から見てきたファンにとっては凄まじいミキの急成長に驚いている方が多いのではないでしょうか。ちなみにミキの ILAND 出演当時の身長は 173cm でした。そして現在の身長がなんと 183cm とのこと。最近では 185cm くらいまで伸びているのではないかとも言われているようです。 EN ハイプN としてデビューしてから10cm 以上も身長が伸びたということになります。 ILAND 放送時が2020年頃なので、それから約3年間で 10cm はなかなかですよね。 SNS 上でも見た目も身長も声も全部成長した、身長また伸びたなどとミキの急成長に驚愕している方が多くいるようです。2005年生まれのまだ17歳ということから、まだまだ成長期であることは間違いないですもんね。今後もミキの成長を楽しみに見守っていきたいです。 EN ハイプN は5月22日に 4th ミニアルバム Dark BLOOD をリリースし、10ヶ月ぶりのカムバックということもあり、韓国では発売当日だけで110万枚の売り上げを突破。さらにリード曲であるバイトミーではメンバーと一緒に女性ダンサーがペアダンスを行う振り付けがあるのですが、小塚な女性と一緒に踊ることで余計ミキのスタイルの良さが目立つと話題になっているとか、 SNS でもミキの身長どれだけ高いか感じれすぎてやばい、ミキくんのダンサーさんとの身長差し抜などといった意見が多いようです。さらに5月に日本で開催された K-CON でアイランド出身者のアンドティーアムケイとミキが再会したシーンがなかなかエモいと話題になっているようです。ケイは日本人でもかなり高い 186cm の長身モデル体型アイドルです。さすがのミキもまだ K には及びませんが、昔と比べて明らかに身長差がなくなった2人に時間の速さを感じますよね。以前一緒にデビューに向けて切磋琢磨したメンバーがお互い別々の道を歩んで、こうやってライブや番組で再会するなんて素敵すぎます。これからもお互い成長しながらずっと2人が笑っていられるように今後も応援していきたいですね。点々で伸びた噂は本当なの。続いて、成長期とはいえなぜここまでミキは身長が伸びたのかについて調べていこうと思います。原因の一つと言われているのが点々というサプリのようです。あるラジオ内でミキが好きな食べ物を聞かれて点々と答えていました。日本人には馴染みのない食べ物ですが、韓国では結構有名なお菓子のようなサプリのようです。子供用の栄養補助食品のようですが、ミキはこれを毎日20粒食べまくっていたとか。ミキだけでなくオリンピックで2度金メダルを獲得したショートトラックのキム・アラン選手も点々を食べて背が伸びたと公言しています。1日3粒点々を飲み続け、4年間で身長が 168cm から 172cm まで 4cm も伸びたとか。本当に点々のおかげで身長が伸びたのか定かではないですが、可能性的にはゼロではないのかもしれませんね。
少しでも EN-N に興味を持っていただけたらとても嬉しいです。ここまで読んでいただきまして誠にありがとうございました。